エッジよ。マキャベリはどこだ？いないんですの。俺がここに連れてきたんだ。カテリナ。どこに行ってたか言ってみろよ。エッジを探しに。チェーザレとロドリゴ。チェーザレには近づく前に馬で出て行かれ、ロドリゴは最初から留守だった。妙ですね。ロドリゴは大抵城にいるはずですが。確かに妙だな。とんだ無駄足だ。失礼。いいえ。チェーザレがウルビーノにいる今が体勢を整える好機だ。すぐに襲撃するはずだったのでは。無理です。ロマーニャにはチェーザレの大軍勢が近づくことさえ。まずはローマのことだけに集中しよう。ボルジアと我々の影響力を逆転させるんだ。善は急げだ。すぐに始めようじゃないか。キツネ、クラウディアとバルトロメオをここへ。マキャベリ、外で会おう。彼女を頼む。いいか、この町にはボルジアに抑圧された者が大勢いる。どうするつもりです？俺たちの仲間を増やす。これはご冗談を。この戦いに勝つには忠実な兵士が必要だ。国の敵を仲間に加え、ボルジアに武器を奪われた者に武器を与えてやろう。では人集めにお行きなさい。ローマ解放の時は来た。逃げたいなら逃げるがいい。だが勇気を持ってボルジアと戦うなら俺と来い。怯えて暮らすのはうんざりだ。あんたの仲間になるよ。ではテベル島にいるニッコロ・マキャベリに会い、俺たちの決命に加わるがいい。そして己の心に従って生きるんだ。村の手前の野原でオルシーニ家主催の協議会が開かれる。勝者には豪華な商品が与えられるほか、ローマ解放の時は来た。危なかったわ。私もあなたと同じように戦えるようになるかしら。誰がやった？マルファットっていうクズよ。そいつはどこへ？あっちの方よ。ああ、みんな、だから外に出ないでって。最高の作品を作ってますよ。ああ、そこ行こう。方どうぞ見ていってください。眠れ安らかに。
何を泣いてる。あいつがママを船に乗せて連れて行こうとしてるんだ。ママの次は僕だって。あいつ兵隊連れてお城から来たやつ。おっかないやつで僕ら捕まったんだ。もう泣くな。お前は男の子だろ。ママを助けてきてくれる。ママはどこへ連れて行かれたんだ。通りの先。よし、他に家族か知り合いはいるか。おじちゃんが。なら行け。途中で道草を食うなよ。金曜日、橋梁と堤防の最新の建設方法について講義を行うとのことだ。全員をさらってこないでどうするんだ。子供をさらう。チェーザレ様は大衆を黙らせたいとお考えだ。恐怖という口かせでな。もうやめてちょうだい。頼むバレンシア。こんなことをするのは今だけだ。あの人が怖いの。俺が。冗談はよせよ。その手もあの人。あいつもやるかな。いや、眠れ安らかに。魂に平安を。
エツよ、こちらです。エツよ、こっち。エツよ、こちらです。おい、エツよ、レオナルド。サンタンジャロ城を破ったのはあなただったか。会えて嬉しいですよ、友よ。友よ、お許しを。今の私はボルジアに使われる身です。もしも嫌だと言って断れば殺されていた。何をしている？兵器作りを。ボルジアの兵士が使う武器や怪物じみた仕掛けを作らされているんです。なかなかの傑作でして、これを。最大の兵器の設計図とその用法がここに。すまん、発明品の件は任せておいてくれ。あと、もっと深刻な知らせが。ボルジアがリンゴを。分かっている、叔父上に託したんだ。そうでしたか。私はチェーザレに秘宝の研究を命じられたのですが、しかしロドリゴに取り上げられ、それ以降は。必ず取り戻すさ、レオナルド。実はお前の発明品を全て失ってしまった。作り直しは簡単です。設計図は頭に入ってますから。でも材料はあなたに調達してもらわないと。俺が？ボルジアからたっぷり給料をもらってるだろ。スズメの涙ほどです。さて、こうなると一緒のところを見られたらまずいでしょう。手の絵か。示しているのが座るべき場所です。さあ座って。ああ、マエストロ。お待ちを。すぐ戻ります。これで倍の敵を倒せる。デズモンド、ダヴィンチの居場所をスキャンしておいたから、彼が動いても後を追えるわよ。シンクロを高めるにはダヴィンチの発明品を壊さないと。建造を監督してる奴の居場所をマーキングしといたわよ。発明品の場所は分かったらそっちに知らせるから。どちらへ？そいつは秘密だ。誠に勝手ながら仲間たちとの通信網を整備させてもらいました。伝書バトを使うことができます。すまんな、マキャベリ。バルトロメはルースだ。フランス軍の攻撃が激しくなったらしい。クラウディア。何？ボルジアに対処するための副案がある。物資とチェーザレ軍と。狙いはどちらにします？狙いはその両方だ。資金を断てばチェーザレは軍を失い、一人で帰還することになる。そこで知りたいんだが、奴の資金源は誰だ？なあ、教皇に金を貸しているのはアゴスティーノ・キギだが、チェーザレの取引相手は別の誰かだ。分かっているのは銀行家という通称だけだ。その銀行家から借金してる人、いつもうちで愚痴っているエジディオ・トローケ議員がいるわ。よし、その線から調べてみよう。城へ戻る道はフランス兵が固めています。チェーザレが到着すれば彼には手が出せなくなります。フランス軍の将軍を暗殺する。そうすればバルトロメオに対してフランス軍は守りに入り、橋を守るどころではなくなる。フランス兵が消えても内側の門は強行軍が固めています。別の入り口があるぜ。鍵はルクレティアの新しい男ピエトロが持っている。城で見たあの男。後で寄ってくれ。手下にそいつの居場所を調べさせておくよ。
どこへ行くんだ。領地のない私は役立たず、フィレンツェへ行き、子供たちと共に領地の解放を待ちます。ここ今やあなたはアサシンの長です。いいこと、エチオ・アウディトーレ、ローマを取り戻すのです。アサシンに勝利を。アサシンに勝利を。